パラシュート部隊のおつまみラジオ。どうもパラシュート部隊矢野ペペです。斉藤です。今日はですね、北九州市門司区に来ております。あ、もう門司区。はい、来ております。パラブラリの、はい、おなじみのロケで、先ほどは八幡西区にいたんですけど、いや、さっきんでその移動中2人とも寝てて、はい、いつもお昼ご飯スタッフさんたちだけご飯行く間で撮ってるんですけど、うん、はい、どこかわからなかったので、もう門司の方に来たということでございます。2本目が門司で、うん、いや、寝てたのもちょっとまあ、なんていうの、理由があってというか、はい、まあ、昨日ちょっと遅くてね、うん、歴代のあのマネージャーさんとご飯してまして、まあ、はい、まあ、皆さんひじやちゃんね、うん、あと、まあ、小山ちゃんって、あのうち様とかも、そうですね、出てくれた、ね、はい、あの子がタレントと思われた、うん、そうです。でみのりんって言ってね、うん、その前の博多座の楽屋で衣装取りに行ったら俺の楽屋で寝てたね、うん、同じ。そうなんですよ、みのりね、と、矢野くんっていう、うん、一人だけ男性なんだけど、マネージャーさん4人。マネージャーじゃねえわ、マネージャーじゃねえ。あ、ごめんなさい。いや、これもうボケでも何でもなく、さっき写真をね、はい、三原豆腐でみんなで、うん、自撮りして撮ったよ、うん、マネージャーさんたちと飲みましたみたいな、うん、したら男性も一人、斉藤さんに男性も一人マネージャーさんいらっしゃるんですねってリプが来たから、うん、マネージャーじゃねえから、あ、そのいじりで写真、そのいじりでやればよかったと思って、うん、いや、うん、名前教えていや、その人3名ぐらいいらっしゃったよ、うん、本当に間違えてる趣味いたかもしれない。いない、うん、そんなわけないじゃん、うん、そんなの。いや、でも良かったですね、うん、2軒行きましてね。お、俺お金、矢野さん払った？え？何が？いや、俺なんか一軒目俺が出してない？あれ？あれじゃなくてさ、何が？いや、一軒目旭軒っていう餃子と手羽先だけしかないなんでここっていう、まあ、俺思ったよ、女の子席ぎゅうぎゅうの、うん、まあ、中洲と博多にあるのかな。で、中洲の方で、阪神ファンしか客、カウンターにいないみたいな店だったよね。あと、ひっきりなしのお客さんが来て、ぎゅうぎゅうのとこ。だって小山ちゃんが、なんていうの、廊下席みたいなんで、何回も、100回ぐらい立たされてたよな。スツールみたいなね。うん、高めの椅子に。そうそう。そうそう。4人テーブルプラス、廊下の、うん、小山ちゃん、そうだ、カウンターの椅子を無理やりこっちに持ってきて座ってて、うん、いや、その時に、なんで俺が払ったよね。いや、それと払ってたよ。いや、返してくれよ。違う。それで2軒目矢野さんお願いしますってことで、斉さんが1軒目払った。あ、そうか。そうよ、記憶ないの。いや、払ったことだけは覚えてる、うん、払ってもらったことは覚えてないけどいや、おかしいな、おかしいよ、うん、いじめと一緒だね。で、俺もなんかそのマネージャー、元マネージャーさん3人がごちそうさまですって言ってたから、うん、俺も流れでごちそうさまですって言って、うん、で、ちょっとなんかこういけんじゃねえかみたいなノリがこっちでできたんよ、うん、で、じゃあ佐々さんつって流れで言ったら、あ、いいよいいよっつって、うん、俺のもう払わずに斉藤さんが、じゃあ俺が全部出すっつって斉藤さんが出したんよ。でさ、こっち4人で、うん、あ、行けましたねっつって、いや、ひでえ軍団やな、ペペさん、ペペさん行けましたよっつって、いや、ひでえ軍団よほんと。いや、あの日も朝早くて俺、うん、昨日か、うん、で、ね、あんま寝てない上になんか早めにお酒飲んじゃってね、はい、でも早めに仕上がっちゃったんだよね。いや、酔ってたよ。酔ってたよね。酔ってた、酔ってた、酔ってた。あ、そう、うん、酔ってた。酔ってたよ。大丈夫やった。いや、なんかチンピラと喧嘩とかせんかった。まあ、するわけないやん、喧嘩しようとない。すぐ行っちゃうからさ、ね、それ大丈夫。弱いものにしか強くいかないじゃん。ああ、その辺は防衛本能はレーダーはあるわけね。顔刺されたおじさんの話は覚えてんの、餃子屋で。
あ、それは覚えてるな、うん、あれはあの下りは覚えてんの。あれは覚えてる、あれは覚えてる。斎藤が顔刺されてね、うん、あら斎藤さん、うん、酔っ払ってね、ドラマに出てくる酔っ払いね。餃子をテイクアウトで、うん、頼んで、うん、ちょっとテレビで見るより男前やねっつって、うん、で大山ちゃんに、うん、廊下席の大山ちゃんに、うん、あれ今日はタレントさんが2人いるやんかみたいな、うん、2人になって矢野のね、矢野を無視してね、うん、俺を無視して、うん、で俺が気づかれないっていうのを大好物なミノリンが、そうね、そうなんですよ、今日は男と女タレント2人なんですよって言ったんよ。粒立てたもんね。粒立てたんよ、うんうん、で一人でミノリンが爆笑してて、うん、で大山ちゃん顔ちっちゃいねっつって、うん、ねえやっぱ芸能人は顔ちっちゃいねって言って、うん、おじさんはダメ、顔大きいもんっつって、うん、そうそうそう、うん、だからおじさんはダメなんですよって言った後、うん、ただチンコも大きいよっつってで俺が、うん、帰ってくださいっつってちょっと行き過ぎちゃったな。ちょっと行き過ぎてた。本当にあの、いやこんなベタな酔っ払いの人いるんかなと思って。あんな女の子3人前にしてなすごくない？炸裂の下ネタね、すごかったよ。うん、うん、炸裂してた。ただ顔刺されんかったね。本当に刺されてなかった。いや本当にミノリンが粒立ってたね。ミノリン好きなんだよな、そのいじりな。腹抱えて笑ってた、うん、いやでもみんなそれぞれね、今、うん、それぞれのあの仕事してね、うん、そうですね、幸せそうに頑張ってますよね、うん、やってますよ、うん、やっぱずっとするみたいな人はあんまいないからね。そうね、うん、まあたまにいるか、うん、うん、そうですよね。まあイジヤちゃんももう新しい仕事も ね決まって、それのまあちょっとさよならっていうかパーティー、2月25日にも引っ越すみたいなんでね、うん、そうなのよ、うん、だ福岡はちょっと離れるということでね。で2軒目の三原豆腐店で、うん、なんかめちゃくちゃでかいジョッキで酒飲んでたの覚えてる、うん、その辺まあ目がね、うんうん、なんとなく覚えてる。でも斎藤さんも酔っ払って、うん、でみのりんがもう途中で帰ったんや。あ、そうそうそう、娘子供を親に預けてた、ね、そう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 、うん、ちょっとこうバトンタッチせないかんっつって、うんうん、でひじやちゃんと大山ちゃんと俺と斎藤で飲んでたんやけど、うん、やっぱこう結局長い時間話してると話題もなくなってきて、うん、で得意のパターン斎藤さんの、うん、なんか相談ないの、あらっていうゾーン入って、あららら、でまあちょっとこう恋愛相談結婚相談みたいな話になった時に、いいよ、うん、斎藤さんがやっぱこう相談のなんていうの答えがちょっと詰まってたんかな、うん、でやばいと思ったんだろうな、うんうん、もう自分の考えをゴリ押しするっていう、うん、相談の答えになってない。なるほどね、うん、俺も娘おるけどさ、うん、楽しいっていう瞬間がいっぱいあればいいと思うよって言って、うんうん、白目白目女子2人が申し訳ないことしたね。女子2人がはい申し訳ないことしたそうですよねっつってなるほど、ね、言ってた。こうこうこうだからやっぱこういう人の方がいいんじゃないみたいなんじゃなく、自分がいいと思ったら幸せだと思うよって、それを教えてくれっつってんのやろ、うんうん、なかなかでしたよ、うんうん、じゃあ無事でも帰ったわけね。無事、うん、そうです、うん、無事帰りました。どうにか行っちゃったりしてないわけね、大丈夫ね行くわけないだろまあ酔っ払って連れて帰ってたけどな、こうやって送ってっから俺がっつって、うん、俺が送ってっからっつって、うん、送ってっから、あ、全員を全員を、いや私たち大丈夫ですっつって、家近いから歩けますっつって、送って帰ってからっつって、乗ってっつって、うん、引き連れて帰ってた。すごいお金なくなってたもんな、うん、そうですよ、よくあるわ、うん、記憶なくて、記憶とお金がなくなってこれ果たして飲む意味あんのかっていうぐらい記憶もないからさ。いやだからほんとそうなんよ、うん、だから意味ないもんね、うん、行ってないと一緒だから。そうなんだよな、2軒目に至っては溶けていってんだよな、うん、でお金だけなくなるっていうシステムだからね、うん、よくないよ。いや、よくなかった。飲みすぎは本当よくなかった、うん、まあでも楽しい夜だったってことよね。そうだね、うん、うん、そうか、うん、いやうちの娘も無事大学受かりましたね。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、よかったですね。いやいやいや、これでもう、うん、
浪人しなくていいんでね。いやー、これで別途料金かかるとこだったんですけど、そうだね、一浪 の予備校代がかかる予定でしたが、うん、いや本当によかったですね。うん、その分はだって別やもんね、うん、そうですよ、プラスになるわけもんね、はい、上乗せです、上乗せやもんな、うん、いやーよかったですよ。え、それやっぱちょっとそこは嬉しそうにこうなんていうの、娘さんも報告、あ、 LINE は来ましたよ、絵文字とか入ってんの、スタンプとか。あ、それはないね。え、受かったっていう受かったみたいなの、びっくりマークはあって、おーよかったやんか、うんうん、いやだからお祝いで寿司でも行くかっつって、お、いいじゃない、もうあのむちゃくちゃ高い寿司でもまあ行くかって思ったら焼肉がいいっつったから、うん、あ、じゃあもうクータの焼肉でも、あら、いや高級じゃないですか、うん、口聞けるからさ俺も、うん、したらもうあの近い近場の焼肉でいいっていう、そういう、うん、あのなんちゅうの食い放題とかそっちが安くつくわ、それでいいって、それでいいって、あらいいじゃない、安くつくわどっちも本当。お前さ値段で見るのやめろよお前、うん、そこ好きなんだ、うん、まあそんなもんやね、でも高校の時とかね、牛角とかね、まあそうね、うん、牛角はちょっと高かったもんね、あの頃はね、俺たち牛角はもうあのごちそうだったね、うん、ごちそうやったよな、であれ食い放題じゃなかったもんかな、牛角は違った、うん、そうだよね、違った、うん、だすごい、ほんと東京の人とかさ野球選手とかマジで、うん、とんでもねえ焼肉屋行くやん、うん、高いとこさ行くねー、であの頃とかやったら絶対あれやったけども、おじさんになると逆にもう安い方の赤い赤みが良くなるもんね、うん、もうカルビとかがちょっと、うん、もう1枚2枚もう1枚やなで十分っていう、1枚2枚って言ってたけどもう2枚は食えんもんなって感じやね、その辺はね、そうなんやな、いやでもよかったな、ほんとよ、もうあと4年よ、うわあと4年で、もうでも大学っちゃもう入学金ぐらいでなんかこうなんか買って制服とかもないもんね、いやでもそれが高いんだよ、ん、スーツ買わないかい、あー、うん、入学式でスーツで行くと大体最初にスーツ買うよね、確か俺は行ってないからちょっとあれやけど、わかんないんだ、成人式の時に買ったよな、俺はでも成人式も行ってないもんな、成人式も俺だから行ってないからスーツ買ったん、うん、生まれて初めてスーツ買ったんが30 でも俺も、いや俺は持ってたの、斎藤は NSC 行った時に、うん、お前スーツ買ったんよ、うん、なんで買ったんよね、いやなんか入学式からスーツ買わなっつって、うん、NSC の入学式に向けてスーツ買ったんよ、うん、で200人ぐらいかな、うん、生徒集まった時に一人だけお前だけスーツや全員ジーパンとかジャンパーとか着てるのに、絶対おもろないやつよね、絶対おもんないよ、入学式かおもろいやつよね、うん、入学式だからしっかりした格好でっていう発想だったのが200人ぐらいいてお前だけやったよね、え、あのふざけたことするために行く学校やのにね、うん、ちゃんとしてたのね、だからもうざわついてたよ、うん、あいつスーツ着てんぞっつって、めちゃくちゃ気合入ってるやつと思われたやろな、どっちやねん、あいつどっちや、スーツ着てんぞあいつ、変わり者か、ちっちゃいスーツ着てんぞあいつっつって、お前だけスーツ着てた、ちっちゃいやつがスーツ着てた、サイトポール・スミスかなんかで買ってもらってたんじゃないか、なんでやろう、いやポール・スミスはネクタイだけポール・スミスやったんじゃないかな、うん、だからサイト19、20歳ぐらいでスーツ持ってたもんな、うん、俺はもう35ぐらいまで、遅いな、遅い、まあ、漫才せんかったしね、でくれたんよ、うん、周りの人が、うん、でコントでしかスーツ着たことないから、あ、そう、結び方とかもわからなかったよね、うん、ネクタイの、だからもう初めて最初どうやって結ぶんすかっていうところは30過ぎてやったからね、一人暮らしもな、うん、30いくつやしな、一人暮らししたんは33とかかな、やばいよな、うん、生まれてやったらやばいって、うん、ちょっと帰ってきたかな、はい、じゃあちょっと第1部は、はい、終了ということで、終了でございます、また後ほど、はい、ふわ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 、ふわ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 ーん、はい、第2部でございますね、はい、ロケが終わりまして、終わりました、はい、今、商品撮影の方をしている間、ね、僕たちはロケ車でということでございます、この後は FBS に移動して福岡くんの日本撮りですけど、はい、そうですね、矢野さん1回目ゲストなんで、そうですね、ありがとうございます、すぐついてくるね今日はついてくるってどういうことお前ちょっと待ってよ、マネージャーマネージャーじゃないから、あ、そっか、うん、相方現場におるから
うん、別にあの福岡君もオファーいただいて行ってるわけだから、うん、あ、そっかそっか、俺無理やり斎藤のそのタバコ持ったりするわけじゃない、マネージャーじゃないから。結構出たがりのマネージャーかなと思ったら違ったんだ。うん、違うから、うん、いや今日本当祝日でね、うん、今が撮ってる時が、はい、木曜日、門司港でもイベントとかやってすごい人で、全部のお店並んでたの。うん、すごい帰ってきてるね、コロナ禍負けてね、まあ海外の人もいるし、うん、でもう本当さっきも収録中言ったんだけど、はい、まあ、結構ありがたいことに「斎藤さん」とか「ゆうさん」とかって言って、で「あ、矢野呼ばれてない」と思って、うん、もうだから人気なさすぎて気使うなと思って、うん、使ってたら言わんやろそれ。ちょ、人気の足並み揃えてもらわないとさ、うん、俺もなんかもっと頑張りたいからさ、いや、サイトはサイトで頑張ったりじゃ、俺も俺で頑張ってる。横スクロールでさ、うん、この間コントラやったけどさ、うん、先進めないみたいになってる。いや、別に2人が同時に動かないと画面が動かないじゃん。ちょっと待って、お前はおかげで崖に落ちたりする。お前は、うん、バンバン進んでいってるよ。そう、俺お前が振り返ったの見たことないもん、うん、振り返ってんのと手を差し伸べてんの見たことないから。あれと一緒じゃ、二人で敵倒して。違う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 、あの画面が行ってないからさ、あの向こうに飛び移ろうとした時にさ、画面行ってないから落ちるパターンある。二人プレイで、うん、後ろが詰まってたら前の画面が横スクロールせんから、うん、前行けんじゃん。ちょっとな、誰がコントローやお前。お前今日オンエアで、オンエアっちゅうか収録でしっかり言ったな、うん、お前は人気がないってしっかり。俺初めてや、そんなストレートに言われた。いや、だって最後さ、ちっちゃい女の子がさ、じゃあね斎藤さんたち、じゃあねっつってたもんな。もう含まれちゃった、スタッフさん。おい、一味にカメラさん、音声さん、ディレクターさん、亀足さん、そして矢野、うん、これがね、もう一味になって、これみのりまた大好物やろうな。これはもうみのり、ほんとマジで昔っからやな、みのりは、うん、なんでかね。いや、だから今日大賞ごとね、まあ一個一個こうキャラクターを、まあ分かりやすい俺とかちっちゃいとかさ、そうね、そういうな、今キャラクターっていう、まあ大正ごとっていう刀を授けたわけだからさ、うん、頑張っていこう、コツコツ。いや、でもさ、その斎藤さんっつって斎藤名前で呼ばれて、うん、で俺のこと知らないわけじゃない人もいんのよ、うんうん、あ、矢野さんもって言われるのよ、うんうん、知ってる人は、うん、あ、矢野さんもって、うん、矢野もちゃんと名前で呼んでほしい。でもほら、まず一番光ってるとこ見ちゃうからさ。おい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 、うん、おい、参ったな、うん、やっぱそこ人間のね、そういうなんか奇抜な服とかも着ていこうかな。それやったらもういよいよよ。柔道着とか、うん、ちょんまげとかね。ちょんまげとかもうそういうのでもやっていくしかなくない。まあでもそうだよね。いや、やるなら俺は付き合うけど。今から、45の年にして。そう、こっからきついと思うけどな。こっからキャラ編、なんか頑張ってる感がすごくて痛々しいっつうか。でほら、旗着物、クールポコ、何あれ、お祭りのね、お祭りのやつとかあるやん、うんうん、キャラ編するしかない。どっちも今そんな頑張っ活躍頑張ってるけど、そのまあまあ一応ね、あの一発は食らわしてるからな。そうよ、うん、みんな一撃食らわしてるから、ね、世の中に一撃食らわしてるからな。確かにね。まあちょっとね、今後考えていいかなってことで。はい、そうですね。でもこの前日曜日にね、うん、やっとイベントが、全国ツアーが終わった日曜日。終わりました、日曜日です。いや、もう本当怒涛の東京週3回行ったりとか、こう、はい、終わりました、ね。いや、ありがたいことでね、もう3000人以上のキッズが来てくれて、はい、まあ終わって、うん、ですぐ次の日に三角定規の公演が、うん、あ、違うか、それ先週か。いやいや違う違う、次の日が三角定規を、日曜日に終わって、うん、で月曜日斎藤ロケ行って、生配信が月曜やったか。あ、そう、生配信は月曜日だ。そう、あ、そうだ、三角定規、もう分からなくなってきてる。先週が三角定規、そう、先週が三角定規。あ、そうそう、いや、三角定規の時に、うん、今もうこの次の月曜日パラシュートのイベントあるけどさ、はい、マノンのミノルっていうのよ、はいはい、まあ、シュッとしててやっと来た正統派みたいな、うん、はいはいはい、
で俺イベント前っていつもなんか各所チェックするんだよね、まあ、グッズとか、うんまあ、照明と か,、うん、なんか席とか、はいはいはい、でみんなお手伝いのマノンとか、うん、カニクリームとかこう、うん、もうある程度用意もあって談笑してて、うん、そのまあ談笑してる袖を俺はグッズ見たりとか、うん、見てたらあのミノルが来て、おうどうしたんですか、いやあの会話の中入れないんだったら僕突破口開きましょうかって言ってきたんだいや、俺びっくりしちゃってさ、えっつって、えごめん、そのどの輪に入ろう、みんなが若手が客席でさ、若手の輪でしゃべってて、後輩の輪のってことでしょ、そう、うん、俺はだからあのそこに入りたいけど入れないからうろちょろしてると思われてたらしくてそうそう、もしあの輪入れないんだったら俺入れてあげますよ、あーなるほどね、うん、びっくりしちゃったんだよね、だからほんと、うん、ミノルがすごいのか斎藤が舐められてるのかっていう話になる、いやそうだよね、そんなわけないじゃん、入れないそう思われたんかな恥ずかしかったよ、でも違うとかも言えんくてさ、いや大丈夫っつってそれ厳しいね、うん、カメラ回ってないとこでのそれ厳しいね、ちょっと止まっちゃったね、マジだもんね、ストップかかっちゃった、ミノルからしたら斎藤はもう全然後輩の輪に入りたいけど入れない、もじもじしたちっちゃい先輩っていう、うん、ただでさえやっぱあの鍋ちゃんとしかずっといないから、うん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 、うん、あの地元の友達だけいてなんかこうそういう芸能界に入れてないみたいなって思われがち、なんつったん、いやいや大丈夫っつったそれ絶対輪に入れないやつのリアクションになってんじゃん、間違えちゃった、間違えちゃった、いや大変だよ、いやせめてさ、うん、なんかこう言わずに入れてほしいよな、いや別に俺入りたかったわけじゃないよ、別に入るとかだったら入れるから、違うんだ、うん、入れるやろそら違うんだ、まあ難しいけどな、その若者言っても年も全然違うしさ、うーん、まあそれはね、どの人もなんか部長とかがこう、うん、なんか OL とかの輪に入れないみたいなのもあると思うよ、大体でもさそういうのってそう、入りーよって言うやん、うん、はい突破口開きましょうかって言われるっていうのがちょっともう、うんうん、厳しい、厳しいな、もうあからさまに言ってくる感じが、うんうん、いやそれはちょっと俺厳しいな、まだあのタラも全然出ていってくんないしさ帽子やろ、ね、作業部作業場から全然、これちなみに帽子屋行ってくれてる人いんのかな、いや多分いると思うよ、測ったの、まあ、今度 YouTube で撮りに行くけどね、うん、いやほんと、えっ近況聞いてる、オープンしたやん、あの売れ聞いてない、売れ行きとか聞いてる、全然聞いてない、ただうちに住んでるだけ、長ない、今審査はちゃんと通してるよね、で俺昼間とかあの今あの鍋ちゃんがこのそれこそ今日明日でパルコで個展してるからさ、うん、そこに絵持っていくために昼間に絵取りに行ったりして部屋には行ってんのよ、うん、したらあの普通にハンガーに靴下干してたいやもういいやん、一人暮らしのなんかいいやん、ハンガーにいっぱい靴下と干すとこないからさあのこうパターンパターンとしてね、びっくりしたのがあの浴槽に手動洗濯機っていうのを買って、うん、え手動洗濯機あるんや、なんかぐるぐるって回してやるやつをがあった、いやもうちょっと苦学生やん、もうさ予想やけど出ていく気ないんじゃない、いやだってコインランドリーとか行かん、行くよ普通やったら、うん、でこの辺どんな感じかなっつって探したりし街歩いたりするじゃない、うん、手動洗濯機買い出したらだからどんどん、そうそうそう、ちょっとずつさ物増やしていってお前、うん、占領されるぞ、侵略されてるぞ今、うん、そういうもんよな、俺はそうやって東京にいる時に、うん、あのどんどん俺の荷物、金ちゃんの家にも、金ちゃんの家に荷物をどんどん増やしていって、うん、気づけば矢野住んでんだっていう、宿狩り作戦でしょそうだよ、ちょっとずつなんよあれは、グラデーションでいけばバレないんですよ、うん、あれなんか矢野の荷物増えていっててなんかやけにすげえ止まってんなって言って3ヶ月後に、うん、お前住んでんなって言われてバレちまったかっつってそっから家賃払って、うん、家賃払っていった、いや俺もだってもう来月分の家賃振り込まないかんけどさ、うん、ほぼ足らないやそうやな、うん、だから行ってない時の電気代やなんやっていうのは、うん、まあ
プラスにかかってるわけだからな。いや本当よ、うん、帽子一つ、ドラえもんの帽子だけ一個もらったけどさ。ドラえもん、ドラえもんがゴルフしてる帽子いやそれじゃあちょっともうニューヨークメッツの千賀ちゃんが言ったニューヨークメッツの帽子買いに行く YouTube にしようかな。あ、売ってんのかな。これ売ってなかったらもうニューエラかのか、あの、そう、あの仕入れさせるよ。もしよかったらね、買っていただきたいなっていう。そうそうそう、何階かな、何階やったら地下じゃない。前もでもこれ載せてくれてるから、うん、多分前のラジオでもね言ってるから大丈夫だと思うけどね。必死に必死にプロモーションしてるよ俺たちが。いや本当よ、もう大変ですよ。大変だな、ほんとこれから物入りやからな。もう多分来週再来週にはもうお金全部払わないかんからね。え、大学の、うん、え、それローンとか聞かんと、ごめん。いや、それが奨学金とか。あれ、そう、大学のローンとか、ローン聞かんと。あるんかな、知らん、わからん、俺そのやったことないけど、わからんけどさ、そう、授業料とかさ、一旦200ぐらいペペンチで借りといてさ。ええ、それ2000貸してのテンションで言ってんな。一旦ね、200万やろ、一旦200貸すか、お前。こっちが取り立てんと解散ぐらいの人間なの。一旦よ。いや、借りるのはいつも言ってんの。200、100、100で200、100、100、うん、400なってんな。卒業できるからお前なんで4年分借りようとしてるの。うん、おかしかろ。いやでも本当払わないかんかんな。いや、そうです、そうなの、うん、一応蓄えてるけど蓄えてんの多分あるわ。400ない、絶対400はない、絶対ない。いや、それはあの400あるわけない、お前。初年度の分だけ蓄えてとりあえず初年度を。うちの娘がやっぱ俺を知ってるから、うん、秋ぐらいから額送ってきてるこれぐらいいりますっていうのを送ってくれてるんだ。なるほどね、うん、あ、そういうのちゃんと送るんや、うん、しっかりしてるから。はあ、18か、うん、うち5歳。この間ちょっと聞きたいんやけどさ、この状況になったらどうするかっていう、うん、何でも教えてあげるよ。これ、ね、娘が保育園で、うん、なんかリズム運動みたいなのやってんのよ、うんうん、なんかこう、うん、あるね、体操ね、体操みたいな、こうピアノに合わせてこう、はいはい、手叩いたりとか、うん、はい、四分音符っつったら四分音符のパターンで叩いたり、うん、八分っつったら八分で叩いたりして、うん、で、ブリッジしたりして、うん、もう15分ぐらいやるんよ、それを。すごいね。5歳が、うん、もう毎日練習してるから、うん、それの、父兄に見せる発表みたいなのを見に行ったの、俺、うん、奥さんと二人、うん、で、終わった後、まあめっちゃ良かった、みんな拍手して感動してたんやけど、うんうん、じゃあせっかくね、お父さんとかお母さん、おじいちゃん、おばあちゃんが見に来てくれるてるから、うん、みんな感想言いましょうっつって、うん、感想ある人っつって、うん、そのちびっこが、うん、まあ、3人ぐらい、うん、緊張したけど上手にできましたとか、うん、楽しかったですみたいなのがあったんよ、うんうん、で終わるかなと思ったら先生が、せっかくなんであの父兄の方感想ある人いらっしゃいますかって言われたんよ、うん、いやなんか知らんけど俺やべえと思ったんよ。いや、それはそうやろ。挙手制なんよ、これ。やべえつうか、挙手制。よし、来たやろ。で、うん、もう、案の定誰もあげないのよ、やっぱ。そりゃそうよね。ていうかもう、あなたがいるからさ。で、何名かは俺の方を見てらっしゃる父兄がいる。うん、そりゃ、ね、プロの前で、うん、だってさ、誰かピッチングしたい人いますかっていうようなもんで、手あげれんやん。それは。で、隣にいたうちの奥さんも、うん、もう誰もあげんけん。うん、で、みんな見てるけん、うん、肘で俺のことつついてくる。おやべえと思って、ね、でぐるぐるぐるって頭なってさ、うん、どういうこと言えばいいんかなみたいな、うん、ぐるぐるってやってはぁってる時に他のお母さんが気遣って、あ、じゃあ私がってお前そこでも出遅れたんだ。出遅れたんよ、うん、これやっぱ行くべきよな。いや当たり前や、どう行くべきやし、みんなそれに用に導いてるわけや。先生は違う、どう考えても。先生も？先生もさ、いやこれ俺ちょっと出遅れたな。いや全員が変な空気だと今日。だからそういうのある？ああ、あるよ。全然行く俺は。行く？うん。お待たせしましたっつって。嘘や本当に？うん、うん、もしそうなったらね、自分から行かんよ。うん、そう、挙手なんか感想ある方いらっしゃいますか、うん、ちょっと行く、うんうん？お待たせしましたよ。やっぱそうか。嫌がられるけど、ね、もうちょいでかくなったら。ああ子供にね、うん。そういう状況でコメントしたりするの得意やから。あ、引っ張ってきてとか。だからもな、並んで座ってた娘もなんかさ、うん、俺の方指さしたりして、うんうん、それも見えて、うん、全員の期待裏切ったからお前だから人気ないんや。いやー、やっぱそうやな。人気の足並み揃えてくれよ。そう、わかる。でもやっぱ行くべきか、うん、なんて言えばいいんか、よかったんかな。常にほら、あの
起動させてないやろ、頭のコンピューター。だからすぐ出てこないのよもう常に飛び込む準備しとかないと。じゃあその完全に電源を振るんじゃなくてスリープ状態みたいな感じ。いやもうずっともうベタ踏みじゃないと、矢野さんぐらいになるともう。そっか、やっぱ行くべきか、うん、今やってみ、今こういう次来るかもしれんから 今このさっきその状況だったとしての感想、うん、あ、じゃあせっかくなんで誰か保護者の方いたらよろしいですか。あ、いないみたいなんで。あげてるやろ、お前。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。ラジオで、これは。あの、声量で無視されんの、うん、今の声量で。こんぐらいで怒ってたかもしれんしさ。いや、先生、手だれすぎるやろ、それで。うん、はい、じゃあ、いらっしゃらないみたいなんでっていうの。うん、それ、お前が司会してる時やろ。あ、一応、じゃあ、そこのお父さん。ああ、はい、いいですか。はい、ちょっと待ってください。これ、はい、電話鳴ってたら消えるんだ。どうなんでしょうっけ。分からん。あ、今ちょっと電話鳴ってますね。一回出ますね。うん、いやでも編集しなきゃいいか。出て、いい、前一回消えたよねこれ。はい、すいませんね、ちょっと電話がかかってきちゃった。電話出たら録音が止まるというのが、うん、分かりました、はい、じゃあ改めてちょっと。いやもうよかろう、もういや一応練習しといた方が、常に動かしとかないと。どう来れば、そうね、どうしたらいいんやろうな、うん、じゃあ矢野さんのお父さん、はい、な感想。いや、うちの娘0歳から、こちらの保育園お世話になってるんですけど、非常に成長を感じる、リズム体操でした。ありがとうございました。矢野さん、もちゃってるね。マジ苦手や、こういうの。もちゃもちゃしてるなぁ。マジ苦手や。だから飲み会のほら、挨拶とかよくやってるから。そう、俺も苦手ない挨拶が。いや、本当に。飲み会の挨拶下手な人いるもんね。いや、俺、もう、うん、なんか、前、そこにあったことをさらったりとかする、うん、あるやん、うん。そういうのも俺もちょっとできん。ゴリさんもでき苦手やもんね。苦手ないよ。なんか。だからもう、あったことか、もう逆行くか。例えばどういうパターンがあるのかね、こういう。あ、まあ結構お子さんが一生懸命やって練習して、うん、なんか例えばまあやって、うん、いや本当にすごくて、バイクがね、あの玉の中をぐるぐるぐるっと走ったりして、あ、ごめんなさいっつって、あ、これ木下大サーカスでした木下さん、ちょっと待って、大振りすぎない例えばよ、斉藤さん、ちょっと待って、あ、すいません、昨日見た木下大サーカスそれちょっとツッコミないんよ、先生やから。うん、あ、そうそれ怖いなー、うん、大振りやね。うん、あー、なるほどね、うん、あー、そっか、それぐらいもう、それで大胆にいった方が、まあ、90% ぐらい滑るけど、今のはね、うん、いや、今のは怖いなーか、まあ、一番いいのはもう、ほら、うん、そこであった、うん、は先生が、先生の服が、うん、といじったりとかね、みんなが知ってる人をいじったらもう、そうか、うん、とかまあ、だどこ、まあ、娘はちょっといじれるから、うん、うちの娘だけちょっと一間連れてましたかとか、うん、あと、いや、そっちみたいなパターンもある、ね、とか、なんか嫁さんに、奥さんに、うん、あなたのステージより盛り上がってるねって言われましたとかさ、うん、あー、そうね、うん、そっか、そっかじゃないのよ。じゃあ次回もしこういう機会あったら、いや常にやっぱもう俺振っていくから挨拶やめてよ、挨拶どんどん振っていくから。違う、お前さ、もう絶対にいらないところで振ってくるやろ、挨拶とか。挨拶、月曜日の企画、挨拶もやろうかな。挨拶は難しいわ、うん、ちょっとじゃあ次回そういう機会あったらもう積極的に自分やらせてもらいますので、うん、毎回ラジオで最後に挨拶する感じでもいいよね。今日これを、このラジオを総括して、今日どうする。一旦なしで。すいません。しょうがないね。一旦なしで、はい。ごめんなさい。もう時間なんで。そうですね。ごめんなさい。もうみんなが帰ってきたんで、はい。はい、ということで。お送りしたのはパラシュート部隊、矢野ベベと、斉藤優でした。それではまた次回。さようなら。さようなら。